様々なレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。現在分詞、ing 何々している…点点点。今までに ing といえば、I am swimming。私は泳いでいます。be 動詞 am、are、is、プラス一般動詞の ing で何々しているところです。 現在進行形の形でしたね。まず、またね、was や wow プラス ing で過去の進行形でしたね。また、I like swimming。私は泳ぐことが好きですというように、動詞の後ろに ing がつけば何々することという意味の同名詞でしたね。よろしいでしょうか ?ing の付け方の確認です。 多くの動詞はねそのまま後ろに ing をつけてください playing, playing, watch, watching, study, studying のような形となりますね study ね、えー、ing をつける時にはそのまま ing をつけてくださいね続いて2番 e で終わっている時には e を取って ing をつけます write=e を取って writinguse=e を取って usinghave=e を取って having ただし例外です c はそのまま ing をつけます seeing となりますね単母音プラス死因時の時には死因時最後の字を重ねて ing をつけます run, running swim, swimming cut, cutting stop, stopping となりますね ie で終わる時には i、e、を y に変えて ing をつけてくださいもうこの2つ2つだけ覚えておけばね大丈夫ですねだい死ぬですね dying となりますね lie, 横たわるという意味です。lying となりますね。それでは現在文詞の使い方を見ていきましょう。The swimming boy. スイミングで泳いでいるという意味になりますね。スイミングが後ろのボーイにかかっていますね。日本語も泳いでいるという部分が少年にかかっていますよね。よろしいでしょうか。ですのでこの場合、少年を説明していると考えていますね。 考えてください。泳いでいる少年となりますねえ。少年の説明をしています。それでは、プールで泳いでいる少年。日本語を見てくださいね。前から後ろの少年にかかっていますよね。プールで泳いでいるという部分が少年にかかっていますよね。ただ、英語ではね、このようになります。The boy swimming in the pool この場合には、 ザ・ボーイを後ろからスイミング・イン・ザ・プールプールで泳いでいるという部分が後ろから前の少年にかかります違いは何かというと上はスイミング、イチゴだけですよねおまけがなくイチゴだけの場合は前から後ろにかかってきますただイン・ザ・プールプールで泳いでいるというね、まあ、おまけ、ね、がついていると考えてみてください僕はいつもおまけと言ってるんですけどもおまけがついている場合には後ろから 前の人や物にかかってくる、ね、という形になりますね文で見ていきましょう I like the swimming the boy 私は泳いでいる少年が好きですスイミングはイチゴだけですので前から後ろのボーイを就職していますね日本語も泳いでいるが少年を就職していますね私はプールで泳いでいる少年が好きですまず日本語を見てくださいね プールで泳いでいるという部分が少年を就職していますね。ですので英語はこのような形となります。I like the boy. 私は少年が好きだ。ね、どんな少年かというとスイミングインザプールプールで泳いでいるという部分が後ろから前にかかっていますね。この、ね、違いに注目してください。私はピアノを弾いている少女を知っています。ピアノを弾いているという部分が少女を就職していますね。 ですのでね英語を組み立てる場合にはまずねメインの部分を組み立てるようにしてみてくださいこの文のメインの部分はどこかというと私は少女を知っていますという部分ですですのでまずこの部分を英語にすると I girl know the girl となりますね。日本語ではピアノを弾いているが前から後ろにかかっていますが英語ではピアノを弾いているということでね弾いているのねプラスおまけでピアノとありますので 後ろから前のガールにかかっています、かかってきますので、ガールの後ろにプレイングザ・ピアノを引き付けるような形となりますね。I know the girl で私は少女をしている。どんな少女かというと、プレイングザ・ピアノ。ピアノを弾いているが、後ろから前のザ・ガールにかかっている。こういう形で組み立ててみてください。もう一つ見ていきましょう。こちらの方が難しいです。ピアノを弾いている少女は私の妹です。 と言いたいたですね。ピアノを弾いているという部分が少女にかかっていますよね。ですのでメインの部分はというのを言うと少女は私の妹ですとなりますのでまず少女は私の妹ですという、ね、英語を組み立ててみてください。このようになります。The、girl. Is my sister. ね、ちょっとスペースが空いていますが、この部分に就職する英語が語、ね、部分が入ると考えてみてくださいね。ね続いて日本語をもう一度見ますね。ピアノを弾いているという部分が少女に前から後ろにかかって今来ていますが、英語では、ね、ピアノを弾いているという部分が後ろから前のザ・ガールにかかりますのでザ・ガールの後ろにプレイングザ・ピアノが入ってきますね。 そして、プレイングザピアノが、後ろから前のザ・ガールになります。ので、ザ・ガール、プレイングザ・ピアノ、イズ・マイ・シスター。このような文となります。練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。カッコに入る語、こちらもご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。私には、大阪に住んでいる兄がいます。えー、よろしいでしょうか 大阪に住んでいるという部分が兄を就職していますね。まずメインの部分を考えてください。日本語で考えてください。私には兄がいますというのをね、まず組み立てていただけたらと思いますね。この場合こうなります。I have a brother。この文がメインの部分だと考えてみてください。大阪に住んでいるという部分が兄にかかってきますので、Brother。英語ではね、Brother の後ろから前の Brother にかかりますので、 住んでいる、ね。大阪に住んでいるという部分の Living in Osaka、ね。Living in Osaka が後ろから前の Brother にかかってきますね。ですので I have a brother living in Osaka。このような形となります。2番です。木のそばで立っている男は剣です。まずね、えー、木のそばで立っているという部分が男を就職していますよね。ですので メインの部分は男は剣ですとなりますのでまずこの部分を英語にすると「The Man Is Ken」となりますね間空いていますけども今は気にしないでくださいね「木のそばで立っている」という部分をね次組み立てていきますねこの部分日本語では前から後ろにかかりますけども英語では木のそばで立っているという部分が後ろから前の「The Man」にかかっていますので立っているですので よろしいでしょうか ?standing 木のそばですので by the tree となりますね standing by the tree が木のそばで立っているという部分が前の the man にかかってきますねですので the man standing by the tree is Ken となりますね3番です私はその本を読んでいる少年を知っていますその本を読んでいるという部分が少年にかかってきますねですのでメインの部分は 私は少年を知っていますということになりますので、I know the boy となりますね。そ,のねそしてその本を読んでいるという部分が少年にかかってきますので、かかってきますので、the boy の後ろに、ね、本を読んでいるという部分を入れてみてくださいね。ですので、the boy の後ろにリーディングザ・ブ o ックその本を読んでいるという部分が前の the boy にかかってきますね。 4番です。夕食を料理している女性は私の母です。夕食を料理しているという部分が女性にかかってきますよね。ですのでメインの部分は女性は私の母ですとなりますので、The woman よろしいでしょうか。次。is my mother となりますね。よろしいでしょうか。その後ね。 夕食を料理しているという部分が女性にかかってきますので女性ザ・ウーマンの後ろに夕食を料理しているという部分が入りますのでクッキング・ディナー,、ね、ィナー夕食を料理しているという部分がザ・ウーマンにかかってきますね is my mother、このようになりますこの文献ね非常に難しいですのでねしっかりと理解してください Thank you for watching 個別レッスンで不登校の方への取り組み オンライン英語塾、公立高校入試対策講座、概要欄をご覧ください。わかりやすく丁寧に解説します。See you next time. Bye bye.